川越線。川越線は、埼玉県埼玉市大宮区の大宮駅から、埼玉県日高市の駒川駅を結ぶ、東日本旅客鉄道、JR 東日本の鉄道路線、幹線である。埼玉県の県と、埼玉市から西へ伸び、川越市を経由して駒川までを結ぶ路線だが、川越駅を境に運転系統が分断されている。1985年の電化以降、 川越伊藤では同時に開通した埼京線、さらに2002年からは同線を介して、東京臨海高速鉄道臨海線との直通運転が行われており、東京都心の池袋、新宿、渋谷や臨海副都心のお台場へ乗り換えなしでアクセスすることが可能となっている。一方川越伊勢では、1996年に電化された八高線、 駒川八王子間との直通運転が行われている。車内に掲示してある路線図には、大宮駅川越駅間は、埼京線と合わせて、埼京線、川越線、川越駅駒川,駒川駅間は、八甲線駒川駅八王子駅間と合わせて、川越線、八甲線と案内されている。全線が旅客営業規則の定める。 大都市近郊区間の東京近郊区間及び IC 乗車カード、スイカの首都圏エリアに含まれる。旅客案内で使用されるラインカラーは運転系統が分断される川越駅を境に東側と西側でそれぞれ直通運転先の路線と同じラインカラーを使用しており、最強線と直通運転する東側は緑を八甲線と直通運転する西側は グレーを使用している。ただし、埼京線と川越線が混在する大宮駅では、両線の区別を明確にするため、例外的に川越線のホームにグレーを使用している。駒川駅付近の約 1.6km の区間は、八王子市社、それ以外、すなわち、大宮駅武蔵高萩駅間は、大宮市社の管轄である。 各年度の区間別の平均通貨人員、旅客運輸収入は以下の通り、川越線の始発駅にあたる大宮駅、埼京線と直通運転をしているため、同線と共用の地下ホームに発着する。駅を出て間もなくすると地上に出る。なお1985年、昭和60年の電化以前は、大宮駅の地上ホーム11番線、12番線から発着していた。 現在、地上ホームから発着する川越線定期列車は、設定されていないが、レールは繋がっており、快速、ぶらり、川越号、お散歩川越号等の臨時列車や、工事列車等で使用されている。進行方向左手に、鉄道博物館を見ながら、高崎線と共に北上。左手から交差する新幹線の高架下をくぐると、直進する高崎線と田元はかち。 大きく、左に分かれていく。右手に、翼小学校を見ながら間もなく、市街地を進むと、日清駅。日清駅を出ると路線は、伏線から単線となる。日清の市街地の中を、路線は、下り勾配の中、直進して行く。鴨川橋梁を渡り、右手に、宮前中学校、左手に、佐川急便埼玉店を見送ると、宮前インターエンジの下を過ぎ、 西大宮バイパスとしばらく並行し、西大宮駅に到着する。西大宮駅を出ると両脇に迫った住宅地の中を通り、指線駅に至る。指線駅を出ると、川越線は緩やかに南にカーブしながら、築堤を通る。埼玉県道2号埼玉かすか線の上を渡り、土手から荒川の河川敷を進む。荒川橋梁で、荒川を渡りきると路線は大きく。 右にカーブし、あたり一面、田園風景の中を進む。左手の川越車両センターを通過すると、南古屋駅。南古屋駅を出ると、右手にウニクス南、古屋を見送り、再び田園風景の中を進む。国道254号富士見川越バイパスの立橋の下をくぐり、左手の左中学校を見送ると、路線は新河岸側を渡る。新岸側を渡ると、 川越市街に入る。右にカーブしながら、東武東上線の下をトンネルでくぐり、続けて、川越街道と国道16号が交差する、荒宿町北の交差点下をトンネルでくぐ。先ほど交差した東武東上線と並び、間もなく川越駅に至る。川越駅を出ると、東武東上線と並行し、西武新宿線を越え、東上線川越市駅手前で、 左方向へカーブし、登場線と分かれる。そのまま、住宅地帯を直進し、埼玉県道15号川越日高線をくぐると、左へカーブ。北環状線、道路の予定地、現在は川越線を越える橋桁が、完成済みを越え県道と、並行する。しばらくすると、西川越駅に到着。すぐに踏切を越え、入間川を渡るため傾斜を登る。 入間川の橋梁では前日の県道の初刈橋を左手に東部東上線の橋梁を右手に見る。橋を渡ると傾斜折住宅地を緩い左カーブで、杉、東京国際大学を左手に見る。少し直進し、埼玉県道114号、川越越越尾線を渡ると、的場駅。的場駅を出ると直進区間となり、関越自動車道をくぐって左手に、 霞ヶ関小学校を見て小和瀬川を越えると、笠畑駅に至る。再び直線が続き、日高市に入る。首都圏中央連絡自動車道をくぐり左へゆるく、カーブし、日高バイパスを越え国道407号を渡るとすぐに、武蔵高萩駅へ。武蔵高萩駅を出ると、直線区間が続き、南に大きくカーブして、八甲線と合流して、川越線の終点。 駒川駅に至る。途中の川越駅で運転系統が分断されており、大宮駅川越駅間では最強線と直通運転を行い、川越駅駒川駅間では川越線内折り返し運転と八甲線上の直通運転がある。直通先の路線でトラブルや大幅なダイヤの乱れが発生した時には直通運転を中止し、線内で折り返し運転を行う。 川越線全線を直通する列車はないが、全線非電化だった頃は、大宮から八甲線東半能駅まで乗り入れる、自動車列車も設定され、1985年3月14日の、電化後も1989年3月10日までは、大宮駅駒川駅間を直通する電車が、設定されていた。埼京線、東京臨海高速鉄道臨海線と一体の、 運転系統として運行されている。大宮駅川越駅間を運転する全定期列車が最強線と直通運転を行い、臨海線直通の新木場駅発着の列車も運転されている。多くの電車は最強線内は快速、通勤快速として運転されるが、共に川越線内は各駅に停車する。日中は、 臨海線新木場駅発着の快速が1時間あたり3本、20分に1本運転されており、このうち2本は川越駅で駒川方面の列車と接続する。この時間帯は西大宮駅と南古谷駅で上下列車の交換が行われる。2015年3月14日のダイヤ改正により、川越駅駒川駅間が日中時間帯において30分間隔に減便され、 三本のうち一本は、駒川方面への接続は行われなくなった。上述の通り電化開業から数年間は、日中に、大宮駅駒川駅間を直通する列車、三両編成が存在していたが、最強線の快速列車の運転を30分間隔から20分間隔に、川越駅駒川駅間の運転を20分40分の、交互間隔から20分間隔に統一したのに、 ともない、川越駅駒川駅間に短縮された。直通運転はなくなったが、運転間隔は均一化され、川越駅駒川駅間は増発となった。列車は、川越駅発着が基本であるが、川越車両センターからの車両執行のため、早朝、夕方と平日の朝ラッシュ時間帯の一部に、指線発の上り列車も設定されている。また、2009年、 平成21年3月14日改正で、早朝に、南、古谷発の上り列車が一本新設された。川越駅川越車両センター間には、回送列車が設定されている、川越駅構内では、車両の夜間大泊は行わない。使用されている車両の LED 表示は、路線名と行き先を交互に表示している。東京臨海高速鉄道70-000系。 および、かつて運用されていた205系は、大宮駅を過ぎ、川越線区間のみ、異常時の大宮駅川越駅間折り返しも含むの、走行となっても、最強線と表示され、臨海線直通新木場駅の場合は、臨海線直通と表示されるため、LED 表示に、川越線と表示されることはないが、E233 系は LED には、最強。 川越線と表示されるようになった。東京臨海高速鉄道70-000系、車内ドア上の停車駅案内は205系、最強線、臨海線直通車のものと異なり、新木場駅川越駅間のみで、川越駅駒川駅間各駅の表記がない。ただし、駒川方面への乗り換え案内表記はある。2009年3月14日に、西大宮駅が開業し、 停車駅案内がリニューアルされるまでは、川越駅の乗り換え案内表記も東部、東上線のみで、駒川方面への乗り絵が表記されておらず、車掌による、川越駅到着前の駒川方面への乗り継ぎ案内放送で補っていた。なお、この案内放送は、現在も継続されている。東区間では、指線駅南古屋駅間の荒川を鉄橋で越える、関係上、 悪天候、特に強風による影響を受けやすく、最強線との直通運転が、しばしば中止される。八甲線八王子駅駒川駅間と一体の運転系統として運行されている。およそ半数の列車は八甲線と相互直通運転を行い、残りの半数ほどは駒川駅発着となっている。こちらも列車は川越駅発着が基本であるが、 川越車両センターからの出庫のため、早朝の3本のみ、南、古谷発となっている。八甲線電化時から、このような形態となったが、八甲線との総合直通運転開始当時は、灰島駅から大目線を経由して、立川駅に発着する列車が少ないながら、設定されていた、1999年12月3日に、廃止。 日中時間帯は30分間隔で運転されており、川越駅では大宮方面の電車と接続する同一ホーム乗り換えが可能。的場駅で上下列車の交換が行われる。この時間帯はすべて八甲線八王子駅発着である。2015年3月13日までは日中は完全な20分に1本の体制となっており、川越駅における 大宮方面列車との接続時間は上下線とも約3分であった。また、的場駅と武蔵高萩駅で上下列車の交換が行われていた。なお、八甲線とは列車の運転間隔が合っていなかったため、日中は30分に1本、八甲線と直通する列車には、駒川駅で長時間停車るものがあった。翌14日のダイヤ改正より、 日中時間帯は30分間隔に見直された。なお、夏と冬の期間限定で、主に列車交換時や長時間停車時を中心にドアの開閉をボタン式に設定していたが、2006年12月1日から通年でドアの開閉がボタン式に変更された。列車番号の末尾の英字は英字、八高線内は川越方面域は、 川越線内の番号プラス 1E、八王子方面域は川越線内の番号をマイナス 1E となる。電化後はすべて電車が使用されている。他社車両である70から000型を除き、川越車両センターに所属する車両が運用されている。大宮駅川越駅間は、埼京線、東京臨海高速鉄道臨海線と共通の車両が使われ、 川越駅駒川駅間は、八甲線と共通で、半自動扉などの寒冷地対策を実施した車両が使われる。これらの運用は、隅田川駅大宮経由駒川駅間の貨物列車が主だが、東武東上線の貨物中継列車も、川越駅構内で行っており、貨車の他に、東武の新車輸送、何は高規制の一部富士重工業制が主だたも、行っていて、 978系と8000系初期車がこれにあたり、電化前からも、機関車牽引ながら電車が走っていたことになる。1970年代には中継輸送が消滅し、東武車の引き渡しは、下板橋駅と川越駅から、熊谷貨物ターミナル駅へ統合した。そして、駒川線面と輸送も八甲線を残して電化した、都合から1986年で、すべて廃止した。 川越線からは、機関車が消えた。東京に近い場所にありながら1980年代まで、非電化であり、路線起点駅の大宮に隣接して、大宮工場、現在の大宮総合車両センターがあることから、川越線では、相模線と並んで、機動車の試験運転額実施された。キハ44000系、キハ81系。 キハ系が新造直後の主運転で、川越線線に入線している。女性専用車は、最強線と同じく、平日の朝7時30分9時30分に、新宿駅に到着する大崎方面行き前電車と、夜23時以降に、新宿駅を発車する下り前電車で設定され、共に設定車両は、大崎方線等車両である10号車となっている。 改正鉄道布設法別表第50号の4に規定する予定線で東北本線と八甲線を短絡して中央本線のバイパスとするため1934年に追加されたものである。大正11年1922年交付の改正鉄道布設法のリストにはなかったが東海道本線と東北本線を東京を経由せずに結ぶという 軍事的な危機管理政策から必要とされ、1934年の帝国議会で追加と同時に建設線となり、同年中に直ちに着工されるという異例のスピードで建設が進められ、1940年に全線が一度に開業した軍需鉄道を出自とする。川越線開通を報じる当時の 朝日新聞埼玉版の見出しには、デート防備の使命も重くの文字が踊っている。軍事開発の痕跡は、南古屋駅上福岡駅間の道路などに、伝承が残る。川越線開通によりこれまで大宮と川越を結んでいた、路面電車西部大宮線は、利用が激減し、同年12月に、運休、1941年をもって、廃線となった。なお、 同線の専用軌道区間も河川改修などで消えて、今ではほとんどその痕跡は残っていない。川越線に劇的な変化が訪れたのは、1八十五年の最強線開業に伴う原価と直通運転の開始である。最強線は当初、大宮江北を高崎線と並走させる計画だったが、最強線区間、あるいは高崎線の大宮近くに、 車両基地を設置する用地が確保できず、代わりに、大宮にほど近い距離で、田園地帯へ抜けている、川越線応援線に、白羽の矢が建てられ、南古谷駅付近に、川越電車区、現在の川越車両センターを新設して、最強線の車両基地として使われることになった。最強線との直通運転により、川越線は、東京圏の外縁をのどかに走る、秘伝科の廊下線から、 都市近郊の通勤路線に変貌を遂げた。その一方、路線のほぼ全線が単線、大宮駅西新駅間のみ、伏線のままのため列車交換が必要であり、運行本数も制約があるため、東京近郊の通勤路線としては、まだ不十分な状態が続いている。沿線自治体が伏線化、増発を要望しているが、JR 側は増発は、川越線の大部分が単線であることと、 最強線との兼ね合いから困難としており、伏線化も高齢化社会による通勤需要の減少から実現は難しいとしている。2002年には最強線を介して東京臨海高速鉄道臨海線とも相互直通運転を開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。